介しますか。もう千葉さんの本当アグレッシブなディフェンスのところに、まあ、ちょっと最初オフェンス停滞したのが、まあ、あの一つあったんですけど、ディフェンスの部分で、まあ、結局最終的には94点取られてて、チームで決めたルールだったり、まあ、もちろんあの個人の能力がすごい高い選手がいっぱいいるんで、そこを超えられるっていうのは、まあ、何回かあってもしょうがないかなと思うんですけど、まあ、一番あの今日のゲームでダメだったのは本当トランジション抑えられなかったっていうところですかね、まあ、そこだけは本当に、まあ、どこがやっても千葉さんのトランジションっていうのはすごい脅威だと思うんで、まあ、明日もう一回チャンスあるんで、そこであのしっかり自分たちのルールをもう一回作り直して、挑戦していきたいなっていうところです、はい、続いてご質問ある方いらっしゃいましたらメディアメイトご質問の方お願いします。バスケットカウントなんですけど、まあ、特にちょっと前半はパーカー選手にすごいやられてしまったという感じがあったんですけど、まあ、当然警戒されている中で今日はどこがいけなかったからちょっとパーカー選手には特に前半やられてしまったみたいなところだと思います。まあ、トランジションとプラス、まあ、あの多分うちのディフェンスに対してのアジャスト的なところをもうゲーム前からしてたと思うんですけど、まあ、そこはなんていうかでもそこなくすとうちらしくないなっていうのがあるんで、もうちょっとそこのやり方、もっとボールプレッシャーだったり、まあ、千葉さんはもうボールプレッシャーすごかったですけど、まあ、そういう本当ちっちゃいところをもうちょっと詰めていけば、まあ、あんなに簡単にやれることはないのかなっていうところですね、はい、続いてご質問いかがでしょうか。今日トランジションということで、かなりそこは以前から警戒されてた部分だと思うんですが、あえて今日やられてしまったっていう要因は何ですか。まあ戻ってない、単純に戻ってないとか、まあ、あとオフェンスのその流れがない中でやっぱりいいオフェンスができなくて走られるっていうのが、まあ、それが千葉さんの強みだと思うんですけど、まあ、そこは出されたなっていうところだったんで、まあ、オフェンスの組み立てもちょっと出だしの方インサイドにちょっと偏りすぎたり、その後ピックアンドロールに偏りすぎたりとか、ちょっと止まったオフェンス多かったんで、まあ、そこが原因かなと思います。明日千葉さんに向けてはどのようなゲームを開催しますか。もうね、差は開いてしまったんですけど、僕らとしてはまだその可能性もあるし、もちろん今日やられてそのままずるずる帰るっていうのは応援してくれるファンの皆さんに本当に申し訳ないので、もう明日はしっかりとした、まあ、全員プライド持って本当プライド見せるかどうかっていうところは明日ちょっとやりたいなと思います、はい、ありがとうございます。